風月堂は日本の喫茶店。東京都新宿区にて1946年から1973年まで営業した名曲喫茶の先駆けとも言える。横山五郎が家業の潤沢な資金とクラシックレコードのコレクションを売りとして新宿東口の角はず一丁目に開業。戦時中禁止されていたクラシックレコードをかける喫茶店としてスタートした。 滝口修造、白石和子、天本秀代、三枝成明、三国蓮太郎、ビート岳子、野坂昭之、五木博之、岡本太郎、栗田勇、岸田,岸田京子、長沢説、朝倉説、谷川俊太郎、藤十郎、安藤忠夫、寺山修司、若松浩二、高田渡る、恵比寿吉和ら、若き才能が数多く集った。レコードのコレクションは充実しており、 NHK も借用に来るほどであった。1964年の東京オリンピックでは、外国人観光客向けガイドブックでも、日本のグリニッチビレッジと紹介され、外国からの若者やヒッピーの間でも、不潔度の名は、東京の代名詞にまでなり、若者文化の聖地、若き才能のる壺と呼ばれるまでになった。1960年代後半の前、共闘運動時代には、 審左翼の活動家や学生が出入りするようになり、公安警察が監視していた。作家、山崎智子は、店のウェイトレスをしていたこともある。ベヘ連レン活動家の拠点ともなり、ベトナム戦争従軍米兵の脱走兵を、かくまっていたこともたびたびあった。さらに風天も出入りするようになり、かつての芸術喫茶さは大きく変貌を余儀なくされ、常連の客足元をのき、 1973年8月31日、戦後の新宿文化を象徴した名曲喫茶、風月堂は閉店し、27年の歴史に幕を閉じた。現在は三越の壁面にプレートが残るのみである。ありがとうございます。